よろしくお願いします。この度は野口先生、大学オーダーネットワークの皆様のおかげで広島大学で起こっていることを皆さんにお伝えできることをとても嬉しく思っています。広島大学では筑波とか千葉大ほど報道はされていませんけれども、実は驚くようなことが起こっています。これポイントは見えますか？見えませんか？大丈夫です。はい、わかりました。すなわち稼げる大学づくりを先取りするようなガバナンスでと変質しています。で、どういうことかというと、まず学長選考制の改悪ですね。そして学内民主主義、いわゆる大学自治の破壊、つまり権限の過度な集中とか人事、予算、学内組織の私物化で、この民主主義の破壊の象徴としましては、新しい人事制度と新しい教員評価の導入になります。すなわち具体的には、各部局から人事権を剥奪したこと、それから広大型の新しいテニアトラック制度を導入したこと、そして多様性を全く無視した教員評価、AKPI と言いますけれども、でこの AKPI による教員の順位付け、そしてそれの旧例の範囲です。つまり部局内でその教員 の, アクティビティを判断できないような体制とかあるわけです。でその結果何が起こったかと言いますと、良くなったかっていうと、実はそうでもないらしく、そうではなくて、教員ばかりか職員の機嫌か、それと物言うと口ずさむしってやつで、あと報復が怖いっていうので教員の沈黙、そればかりか称賛して利を得るという忖度ですね。こういうことをする教員が出てきました。さらに AKPI って内部競争なんですね。従いまして教員間の圧力分断が起こりました。そしてこういう状況に耐えられる外で出てる教員も増えています。本日は時間の関係でこの中から2つについて、事実について説明をします。まず学長選考ですね。さて、広島大学の学長は越智先生というんですけども、越智学長体制が8年続きました。それがもうすぐ終わるというのもなんですね。で、その任期終了を終えたタイミングで我々の想像の斜め上を行くようなことが起こりました。それは学長選考規定の改定の報告です。議論なしの報告です。すなわち学長は2期8年経ったんですけども、そうしてた規定を変えて現学長が3期目12年間を可能とするような改定です。これには私たちびっくりしました。さらにですね、広大はもともと学内投票があったんですね。で、結果公表しなかったんですけども、ところがですね、この改定の時についでに学内投票もなくしました。で、何が起こったかっていう、これ時系列なんですけども、まず、当時の執行部から3名、落ち氏を含む3名と、それ以外の全学横断型の署名の1名、4名が立候補しました。この4名から学内で構成される協議会により3名が選ばれました。この時に全学横断型の署名により選ばれた1名は、落選しました。で、この3名について学内と学外からなる学長選考会によって越智氏が3期連続通算12年となるようにして学長になりました。で、こちらがご覧ください。横軸が任期条件です。縦軸が大学数ですね。で、ご覧になれば一目瞭然ですけども、学長は2期6年が非常に多いです。で、上限がある中でこの改定により広島大学は学内投票もなく、12年間学長を最長続けられるようなシステムへと
上がってしまいました。これがまず学内学長選の、まあ、改悪です。で2番目ですね、この学内民主主義自主の破壊の象徴として、先ほど申し上げましたように人事制度と基本評価があります、の改定があります。で今日は部族から人事権がなくなったという話をします。こういうことにつながると思うんですけども、次に行きますね。平成28年に学術院というものが作られました。これは専門分野で構成された35のユニットでできています。目的は柔軟かつ効果的な人員管理、大学全体として教育機関の機能強化を図るということです。でこの学術院がですね、実は2020年以降はこれ活用した全学一元化の人事体制へと使われました。具体的に申しますと、教員の審議される場合ですね、学部の教授会は人事の審議権のみを持っています。ここが重要なんですけども、人事決定権は学部部属にはなくて、学術院とその上部組織の人事委員会と学長が持っています。すなわち、まあ、専門家集団と言われている部局で人事を要求します。お次ですね、それが学術院会に行きまして、学術院会には教員人事の実績を把握して計画も見直しながら、この人事をで措置していいかという審議をします。でもし OK の場合は人事選考委員会を立ち上げます。で人事選考委員会が開かれて、その結果合格の場合、結果はこの部局と共有しますが、この部局には、その人がどうかという投与権がありません。で人事選考委員会で合格としましたよね、合格の場合、その場合もう一回学術委員会に戻るんです。ここでこの会議でその結果の妥当性を審議します。でここでもし OK が出れば上位の人事委員会に行って、ここが OK だったら学長に行きます。でところがですね、ここで決まったことがこことかここで検討されるんですけども、過去の例でいくと、ここで合格、ここで合格であっても、こことかここでどんでん返しがあったことが過去があります。すなわちこの専門家集団ではないですけどね、この方たちが人事を左右する、その上位でも上部でも上層部でも人事が左右できるということで、各部局で本当に必要な教員を要求しても対応できないという歪みが生じているケースがあちこちであります。で各県、各部局長は人事で学長執行部に首根っこを捕まえている状況になっています。だから物が入れない部局長が非常に増えてきました。ということで、人事権がなくなった、部局からなくなったということは非常に大きな問題です。最後ですね、広島大学のガバナンスが変質して稼げる大学づくりをしているわけですけども、何も広島大学の執行部学長は広島大学を、潰そうとしてこういうことをしているんじゃないですよね。学長を選んだのも、新しい制度を作ったのも、広島大学を良くしようとしているわけですよ。一応でホームページには広島大学は世界トップ100に入るんだとか、生き生きと取り組むんだとか言ってるわけです。で、タイムズなんかの順位付けは、ぜひ立ておいて、前朝原学長時代の順位は広大200位から300位でした。現在は800位、1000位なんですよ。1000位なんです。全然世界と比較なんか遠い目標なんですね。じゃあ、この構成員、教員職員が生きと働けているかっていうと、
最初申し上げましたように、KPI、上位評価の数低いよね、ダメじゃん、非閉化して、何か言いたくても、人事の報復が怖いんで言えないと。もしくは、称賛しているおいて乗っかっている教員も出てきました。さらに教員間の意見の分、意見の相違とか、ATPI をめぐって内部で競争があるので、あんなに仲良かった教員集団が今は真っ二つってとも実際にあります。そして、もうこんな広大やだと、研究楽しめない、広大、さらばじゃと言って出てくる教員も増えています。多分本日も広大やめてお帰りいった教員の方々がこの会に参加していると思います。このようにせっかく頑張ったことを考えてやってるけども全然いいことがないというのが私とか、まあ、私の僕を超えたネットワークでの感想ですね。で、広大は文科省の長所と最初言いました。つまり本学のガバナンス、稼げる大学づくりの陰には文科省の姿が露呈しているんですね。で、本日皆さんに覚えておいていただきたいのは、このようなことを行った広大をモデルとして、こういうことが全国の大学に及ぼしていくのではないかということです。まあ、その結果としては、この崩壊に拍車をかけることになる。と私は推測しています、本日は広島大学からも他の先生方が参加していますので、まあ、もし何か私の説明に不足点がありましたら後のディスカッションの時でも過失修正をよろしくお願いします。奥先生以上です。はい、ありがとうございます。